サージョン・フィリップ・キーは、ニュージーランドの元政治家。ニュージーランド国民党、第11代党首、第38代ニュージーランド首相。元メディルリンチ外国為替部長。1961年8月9日に、オークランドに誕生し、その後クライスト・チャーチで育つ。父はイギリスからの移民で、スペイン内戦、第二次世界大戦に従軍した人物である。6歳の時に、 父が心臓病で死去。オーストリア系ユダヤ人の家系出身の母親に育てられる。クライストチャーチの公営住宅で母と二人の姉妹と暮らす。バーンサイド高校を卒業後、カンタベリー大学で会計学を専攻する。大学卒業後は、会計事務所監査役を経て、副職工場レーン、ウォーカーラドキンに2年間勤務した後、 ウェリントンへ渡りエルダーズファイナンスで為替取引人になる。その後、オークランドの投資金融機関、バンカーズトラストに引き抜かれ7年間勤務した後、1995年に、米国系投資銀行、メリル,ルリンチに引き抜かれ移籍する。メリルリンチアジア外国為替部長、グローバル外国為替部長、アジア太平洋外国為替部長を経て、 連邦準備制度理事会外国為替委員会委員を歴任。ハーバード大学で経営学を学ぶ。為替取引で巨額の利益を得た一方、1998年のロシア財政危機では巨額の損失を発生されたことからメリルリンチ従業員を大量解雇した。2001年シュドニー支社在籍時には整理解雇で500人を解雇したと言われる。長年勤めた 従業員に対して、情も見せず解雇する姿から、微笑みの暗殺者と呼ばれた。メルルリンチ在籍時の年俸は500万ニュージーランドドル、個人資産は5000万ニュージーランドドルとも言われる。幼少期から金持ちになることと、政治家になることを夢に掲げ、ジョン・スラターの要請を受け、2001年にニュージーランドへ帰国する。ニュージーランド国民党に所属し、2002年の 議会総選挙にヘレンズビル地区より出馬始発統制を果たす。ドン・ブラッシュの側近として財務副報道官に就任する。2005年の総選挙でも統制を果たす。2006年11月にブラッシュの辞任によりニュージーランド国民党党首に就任する。政治家に転身後わずか4年での党首就任は異例の事態であり、ブラッシュ同様政治経験のない人物への手腕が、 注目された。政治家に転身して6年目の2008年、総選挙でニュージーランド国民党は政権を奪還し、第38代ニュージーランド首相に就任。2009年8月、アメリカのオバマ政権からの要請で、特殊空挺部隊をアフガニスタンに派遣する意向を示した。首相就任後、2009年10月に、ブレディスローカップ東京開催の視察を兼ねて、 日本を訪問。同年10月28日に、秋人天皇に越見、同年10月29日に、鳩山幸男内閣総理大臣と首脳会談を行った。2012年ロシアエーペック首脳会議に参加した、キロ、日本を訪問。同年9月10日に、宮城県七ヶ浜町を訪問。同年9月11日に、野田義彦首相と首脳会談を行った。 政治家としての人気は高く、2011年、2014年の総選挙で圧勝。日本の TPP 加盟と FTA 締結を促している。国旗変更を提唱し、2015年から2016年にかけて国民投票を実施したが否決された。2016年12月5日、家庭の事情を理由に突然の首相辞任を表明。同月12日、 公認の首相にビル・イングリッシュ副首相が就任した。2017年3月22日に議会で最終演説を行い、同年4月14日付で議員辞職。同年9月23日に総選挙が行われることから補欠選挙は行われず。2017年6月の女王陛下誕生日にナイトの訓意を授与され、サーの称号を得る。 同年9月1日付でニュージーランド航空取締役に就任。同年12月にカンタベリー大学名誉博士。2017年10月にニュージーランドで営業するオーストラリアニュージーランド銀行会長に内定。2018年1月に代表権を持たない同会長職に就任。高校時代の同級生であるブロナー夫人と1984年に 結婚し一男一女。してを、オークランド、ウェリントン、オマハビーチ、ロンドンに持つほか、ハワイに別荘を持つ、大富豪でもある。2008年7月には、ナショナルビジネスレビュー誌が選ぶ、金持ちランキングに登場するなど政治家に、転身してからの資産増加には、金持ちがより金持ちになると批判も根強い。この批判を避けるため、議員報酬の一部を、 チャリティー活動に寄付している。首相を辞任してから深見当州のバースデー諸賀店に来賓として招かれ、2017年4月24から25日に開催された国際スポーツ振興協会主催のエスプスハンダヤーマンステュービオーナーズカップにアマチュアゴルファーとして出場している。ありがとうございます。